危ないデカ最終回、悪夢における幽霊を犯人とする設定は刑事ドラマの伝統を破る革新的な試みであった。制作陣はこの最終回で視聴者に強い印象を残すことを狙い、シリーズの歴史に新たなページを加えることを目指した。しかしこの挑戦は賛否両論を呼び、批判的な反応が多数寄せられる結果となった。特に放送後には段ボール1杯分の批判的なおはがきが届けられ、このエピソードがファンの間でどのような位置づけをされているのか、さまざまな意見が交錯している。危ないデカの最終回が放送されてから時間が経った今でもこのエピソードをめぐる議論は続いており、その内容と受け止め方には個々の視聴者の価値観が大きく影響していることが明らかである。